ここへ来たことを覚えてるかい？まだリカは学校へ入る前だった。うん、私お父さんとケーキを半分ずつ食べたのそうだったっけ。それじゃ今日は一つずつ頼もうか。いらっしゃいませ。紅茶とケーキを二つ。はい、かしこまりました。ん？リカ？なんでもない、ただお父さんの顔を見ていたいだけ。失礼ですが、加山様でしょうか？ええ、加山です。お電話が入っております。あちらへどうぞ。僕に？待っててね。うん。兄さん、今よ。うん？もしもし、加山ですが。もしもし。君の娘はドールランドに行ってもらうよ。誰だ？もしもし。見なかったか？いえ、私たち今来たばかりで。もしかしたらまたあいつらかも。君！兄さん何見てんのよ。風船なんかいいから。おう、あいつらってどういうこと？リカをドールランドに連れて行こうとしているやつらがいるんだ。君たち。リカちゃん！リカ！リカ！何よあなたたち！キャー！誰か助けて！いけ、兄さん！リカ様！リカ様！リカ様！そんなところ行っちゃ危ないですよ。あなたたちなんかに絶対捕まるもんですか。さあリカ様、わがまま言わないでこちらへ。兄さん、リカ様を落とすんじゃないわよ。さ、リカ様来ないで。話したら落ちちゃうでしょ。兄さん頑張って。お姉さん助けて。トゥルールトゥルールトゥレイロクレイラ、トゥルールトゥルールトゥレイロクレイラ。ドールイサム行くのだ。リカ様を危険な目に遭わせることはこの私が許しません。お姉さん、どうリカ。ドールイサム。ドールリカ、王女様を渡してもらうぞ。ドールイサム剣山。リカ様を渡すわけにはいかないわ。
勝負するまでだ。兄さん、今のうちにリカ様を。わかった。いえ。来ないで。リカ！リカ様、言うこと聞いてください。いやよ、来ないで。ドールリカ、しっかり。ひずみ、リカ様お願い。わかった。ドールイサム、私たちが守るべきはリカ様なのよ。またしくじりおって。ドールイサム、もうよい。リカ！お父さん、お父さん、大丈夫か、リカ。よかった。スミレちゃん、リカちゃん、よかった。みんな。だけどびっくりしたな。リカがあんなところに登るなんて。高度150メートル以上ありますからね。怖かったでしょう、リカちゃん。うん、お父さんが来てくれたから。よかったな、リカ。リカをドールランドの女王に。デボールはドールランドを奪おうとして八重さんに取り付いたのでしょうが、八重さんは女王の座を捨てた人。デボールがドールランドを支配するためにはリカを女王にしなければならないの。それでリカを奪いに。御前様にデボールが取り付いている。どういうこと。ドールランドは私たちの国です。何としてもデボールを追い払い、元の平和な国に戻さなければならない。プル、ひょっとして俺たちはデボールに使われたってこと？そうなるわね。デボールの魔力と戦うには今の私たちの力ではどうにもならないのです。御前様がデボールだったなんてスケアクロー様も知らなかったのよ。どうしよう、俺たちデボールの手伝いをしてたってことか。誰かいるの？リカ、どうした？人の声が聞こえたみたいなの。誰もいないよ。夢でも見たのかな。リカ、お父さんが留守の間大変だったみたいだな。え？これからはおばあちゃんやお母さんと一緒にお父さんもリカのそばにいるからね。お父さん。お、綺麗な星がいっぱいだ。リカとこうやって星空を見るのも久しぶりだよな。うん。あ、流れ星。何かお願いすればよかったな。今はお父さんが帰ってきてくれたからいいの。そっか。もしかしてスケアクロー様もデボールに。プル、どうする？ボディーガードに。果たしてリカちゃんを守れるのか。次回スーパードールリカちゃん、頼れるボディーガード、お楽しみに。リカちゃんをいじめる者は私ドールリカが許さない。